皆さん、おはようございます。自然療法チャンネル、ブナの森です。今日はこれから100キロライドに行ってきますので、その装備を、えー、行く前に、えー、こうやって動画を撮ってます。えー、冬の間、ずっと乗ってなくてあの、ローラー台ばっかりだったんですが、初めての実装です。今日は4月4日木曜日、えー、これから、えー、北に向かって行ってきます。えー、仙台市出発してあの、八木山っていうところを越えて、 えー、八幡それから泉畑に向かかって行きますでそれから七つ森、えー、そこは大和町っていうところなんですけど吉岡という、えー「利息でござる」っていう映画の舞台になってたところを通って、えー、大平町大平村大平町、えー、トヨタがトヨタの工場があるところに行ってその工場地帯は随分、えー、道が広くて走りやすいのでそこをちょっと周回して。 えー、同じ道を戻ってきて1 0 0 k ロというコースで行ってきますで。今日はその装備をちょっとご紹介します。えー、今回試したいのがこの GoPro のようなアクションカメラ、えー。これ実は3000円で買ったものです。もともと GoPro は持ってたんですが弟も自転車に乗るんでちょっと弟の方に譲って、えー、私はこちらの、あのー、3000円のアクションカムをちょっと試してみたくて今回これ,がこれを持っていきます。それから、えー、行動色 ですえー、こちらの右の写真の方にあるやつなんですが、えー、まあ総額にすると7800円ですかねあの私ついあのあの貧乏症でお金の計算し,してしまうんですけど、えー、7800円あったら定食食べられるから別に行動食じゃなくてもいいんじゃないかなって思っちゃうんですけど、えー、家にあるもので、えー、前持ってった時に山とかに持ってった時にあの食べ残した食べてなかったやつですね。フルグラと えー、ゼリーと、それからようかん3つ、それからスポーツドリンク2本ですね、これでちょっと100キロ行っていきたいと思います。多分途中で、えー、お店によって食べたりすることはありません。いつも大体私はそのスタイルです。ひたすら、えー、つい乗ってしまいます。もっといろいろ観光すればいいんでしょうけどね、えー、今回も多分ひたすら乗って帰ってくる形になると思います。 えー、まだ寒いので、えー、手袋、えー、まあ、冬なんか、冬山とかにも使えるような、えーまあ、そんなに暖かいやつではないんですけど、まあ、自転車にしてはちょっと暖かめかな。それからあの、トップチューブにつけるバッグですね。それからシートの後ろにいつもつけてる、えー、パンク修理セット、えー。これだけの装備でちょっと行ってきます。で、上は、 まあフリースもちょっと中に来て、上にあのゴアのカッパーですね。山で使ってる。うん。で、下はフリースズボンで行こうかなと思ってますま。これでちょっと100キロ行ってまいりたいと思います。また、100キロライドの後の動画を載せますので、ぜひそちらの方もご覧いただければなと思います。よろしかったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。